はい、またサイズ入りに行っちゃった。でラストオーダー、今度ラストオーダーの時間です。でラストオーダー現在ね7時15分、あと45分、大丈夫なのかな、緊急事態宣言の街です。はい、デリアです。でミラノ風ドリアと取り組まれしました。ここに集会店です。でね、これに書かなきゃいけないね。じゃあ注文します。例の粉チーズから、ホットソースですね。オリーブオイル。で、ホットコーヒー、野菜ジュース、紅茶カーデンのミルクティー、メロンスカッシュ、アイスコーヒー。メロンジュースとコーラ。じゃあまずはメロンジュースいただきます、うまい。ドリンクバーで時間がね7時半になったんですね。8時になるとね、そう全部お店を閉じちゃうんだよね。ちょっと寂しい状態。おかげでサイズエリアもね閑散としてます。これが緊急事態宣言。フードリア来ました。ではね、では観光します。このままではいかない。まずはホットソース、この辛いですね。これ大好きだな。たっぷりかしら、ロッと。そしてね、ブラックオイルも好きなんで、オリーブオイルです。まあ、私は安いさだろうな。ドロッと、ドロッと、ドロッと風味をつける感じですね。で最後に粉チーズ、粉チーズは全部かけます。あるだけかけます。そろそろそもそもかかってるんだけど、すみません、今ラストオーダーですけど、あ、じゃあ粉チーズ、あ、粉チーズ、粉チーズ、はい、はい、できました。とりあえずね、こういう姿になりました。粉チーズさらに増量します。とりあえずね、ど真ん中。うん。うまい。この粉チーズがうまいんだよね。うん。うまいうまい。粉チーズがまた来たよ。でも全部入れちゃう。粉チーズ大好き。だけ入れる。はい、空っぽ。じゃあいただきます、うん、うん、うん、こんな地図前やこれ。うん、うまい。はい、サイズリーが取れました。全部無料です。カゴに集体験。さあ、せっかくだから街見て帰ろうかな。緊急事態宣言のね、岡山ちょうど8時にもうすぐになります、うん、今ね、来た若い人たちが追い返されてしまった。さあ、はい、あ、みんなイメージ薄い。こうやって見るとね、どこもやってないね。そう、人通りも少ないし、この駐輪場はガラガラだね。こういうのは珍しいと思う。これいつも満車。